ホリエ人斬り、ホリエ人斬り事件は1905年、明治38年6月22日未明、大阪のホリエ遊郭の貸し座敷、山梅郎、山梅郎の主人、中川万次郎が発狂の末に、一家6人を殺傷した事件がある。5人が死亡、1人に重傷を負わせ、自身は自殺を図ったが死にきれず、警察へ自首した。時は、 日露戦争を真っただ中、追人が住まいに、日本海海戦で劇的な勝利、国中が戦勝をムードにみなぎる中で起きた事件は、大阪中に衝撃を与えた。なお、この事件で両腕を切断されながらも生存したゲーギ、妻吉は、右与曲折の末に、高野山で出家し、なお、大石淳教と改め、反省を障害者の福祉に捧げた。犯人、中川万次郎。 中川万次郎。事件当時五十二歳は、尾張国海東軍福田村の生まれで、実家は尾張徳川家の家来筋。旧姓は犬海。幼少期に犬山藩藩主、なるせ長戸守の家来、岩田家の養子となり、同家の選手役を務めていたが、維新後に失業。その後、穂船の船頭を制御としていた。仕事で、大阪に入港するたびに、山に宿泊し、 当時の経営者の娘、80、当時25歳と情報を深めていき、やがて婿養子に収まる。山梅郎は、八重の母を民が、女主人として営業していたが1887年に、死亡した後は、店の全権は万次郎が握ることになった。しばらくは仲むつまじく円満に暮らしていたが、万次郎は、元来が女好きであり、次第に、店の抱え芸者に手をつけるなど、 女商売にあるまじき行為を繰り返していた。彼は万次郎を頼って、名古屋から上坂した店の芸者、おくと馴染み、そのことで八重ともたついた。万次郎はおくと駆け落ちして、北海道に逃げ、二人で数年を過ごす。しかしおくに飽き、一人で大阪に戻ってきていた。一方、留守を守っていた妻の八重は、女一人では、商売が手に余り、客の一人を、 相談相手にしていた。それを知った万次郎は、妻と客の貫通を言い立て、殴る蹴るの暴力を振るいえつき娘の妻を非道にも追放してしまう。こうして彼は山梅郎を乗っ取ってしまう。万次郎は、要望と弁舌に優れ、ある程度の教養もあったため、遊郭全体の運営議員に選ばれる。こうして、 店の内外で権力を手にした彼の女遊びはひどくなる一方だった。彼は、松島遊郭の芸儀、白木末、当時三十九歳となじみ、彼女の実家に入り浸った末に、内縁の妻とする。さらに末の名、ザコタニアを養女としてもらい受け、芸儀として、店に出す。愛には、子一万を名乗らせ東店、中川老より芸儀に出す。 愛嬌よく美貌の人気芸妓に成長した愛に、25歳年上の万次郎は欲心を抱く。そして、彼女を仕切りにくどいたが、愛は首を縦に振らなかった。万次郎を受け入れれば、おばの末を裏切ることになるからである。豪を煮やした万次郎は、愛を豪感同様にして、ものにしてしまう、口実。1897年、明治30年頃、 万次郎は当時日本領となった台湾へエミを、引いて、出稼ぎを儲けし、帰国後愛は、万次郎との間の娘を出産、初光、発子と名付けた。以後万次郎は問屋橋に住む愛の家に毎日入り浸るようになる。一方、夫を奪われた格好の末は、名の愛に始終嫌味を言い続けている。万次郎はますます愛に熱を上げるとともに、 末をうとましく感じ始めていた。やがて万次郎は、かつて養子に迎えていた、自身の兄の子、明次郎が、末と貫通しているとでっち上げ、万次郎の嫌がらせに、我慢できなくなった末は1904年、芸儀の妻吉、艶肉宛に置き手紙を残し甘梅郎から姿を消した。周囲が呆れ果てる中、万次郎は愛を正式に妻として迎えたが、 それでも彼女は心を開かず、万次郎に冷淡な態度を取り続けていた。愛は、料亭の仕事は、ほとんどせず、朝から酒を飲むようなことが続いていた。愛は、叔父の万次郎を好いていなかった、というよりも、大嫌いであった。日頃からのいやらしい言動、行動も叔父であるため我慢していたが、ある日万次郎は刀を突きつけ、今夜俺の言葉に従わねお前の髪が切れるかお前の、 首が飛ぶか俺の腹が裂けるか、お前の考えはどうか。それ以来しばしば万次郎は愛に暴力を振るっていた。何とかして愛の気を引きたい万次郎は愛の母親や兄弟を山梅郎に呼び寄せて世話をするようになる。こうして微妙ながらも平穏な数年が過ぎていった。ある日愛は風邪をひいた、明次郎を看病した際、万次郎は突然愛を殴りつけ、 その上、詫び状を書けと命令。愛は拒否すると万次郎は、詫び状を書けば、初光を恩集会に出してやると言い出す。書くか書かないかで言い争い何度も万次郎に殴り、蹴られた愛は娘を恩集会に出したいことあり、結局詫び状を書くこととした。桜が、真っ盛りの五月三日、明次郎が姿をくらまし、二日後に愛も、以下の詫び状を残して、姿を消した。愛は、 明治郎と駆け落ちしたのだと万次郎は思いくまなく、創作、愛の母や妻吉の父中蔵に対しても、借金、礼儀の全借金を帳消しにするからと協力する、よう依頼するも誰も取り合わなかった。万次郎は、南署にも、創作願いを提出。届けを受け同署の青木巡査が、愛の実家を訪れ、愛の居所は、西区三軒や下の町。 くだら興味並み詰めに仕入る南場島や坂神社、川久米十絵法と書かれた手紙を発見する。早速、久米拓を訪ねると家人は、子一万三、愛は先日まで家にいやはりましたが昨夜出た限りまだ、帰りまへんと答える。怪しいと踏んだ、青木巡査は、翌日再び、久米拓を訪ねると、たまたま訪ねてきた社府が、青木巡査を、米家の人物だと間違え、 手紙を渡してしまう。手紙を透かしてみると愛が、明治郎に宛てた手紙で、魚屋の魚服に手待つといった内容だった。魚、服の主人は、以前中川家の料理人を務めていた。青木巡さんは社夫に対して、うん俺が、明治郎だ。貴様の車で乗って行かうと、明治郎になりすまして、手紙に書かれていた魚服方へ向かい道家を、堅く捜索。 しかし愛の姿はなく、家人は夕方までここにいやはりましたが手紙を出せるとすぐ淳警庁に行くという手出てやはりましたと供述。青木巡査は淳警庁に赴くも同じくもぬけの殻で結局その後の手がかりはなく捜索は途絶えた。愛には北九宝寺長に住む実母駒、妹住み、弟、安次郎の家族がいたが三人は 毎月おいくりを愛からもらい受けていた。愛の家出によりそれが途絶え、三人はいつしか山埋郎に居候するようになる。しかし駒は居候の分際で差しずがましい奉公人のような振る舞いをしており、家族から嫌われていた。万次郎は日が経つにつれ荒ぶるようになり、些細なことでもすぐに怒鳴りつけ女中からも恐れられるようになった。 おかみがいなくなった山梅郎は、次第に、客足が遠のいていき万次郎も朝から叫びたりで、そべっている毎日であった。皆がぐるになって二人をかばい自分をのけものにしている。そのように邪推した、彼は一方的に殺意を溜め込んでいた。万次郎は、家族が愛の居場所を知っていて自分に教えないのだと思い込むようになる。事件の数日前、万次郎は、 馴染みの客に、今日は日頃の目的を達することに決心したので皆を招いたのだと、微心な発言をする。客は酒に酔った冗談かと思いげにもかけなかったという。6月19日、万次郎は、堀江座で、歌舞伎、伊勢温度恋ネタ場を鑑賞。福岡三次が女に背かれたと思い10人斬りに、及ぶという内容であった。歌舞伎を見たその日の夜、 山梅楼には、当時老主の万次郎、駒、安次郎、隅、絹、妻、吉、梅吉、初光の八人がいた。演劇、万吉は座敷に招かれており、不在だった。梅雨時で、連日の長雨に、今夜もまた雨か、本日も鬱陶しくてたまらんから一つ家内中で、大散罪を使うでないか。そう言って、近くの料理屋に、西洋料理や日本料理を注文。 一同に振る舞った。西洋料理は初めてという妻吉は、フライトカツレツ、梅吉は、ライスカレーを注文した。飲み騒いでいる間も万次郎は、こんな晩に、お愛がいたらさぞ面白かろうに戸口をこぼし、梅吉や妻吉らにからかわれていた。結局翌午前3時頃まで飲み続けた。宴会を栄一同が、ぐっすりと寝込んでいた午前4時頃、一階で寝ていた万次郎は、 起き上がりタンスから、刃渡り一尺八寸の日本刀を取り出し、家族殺傷を決意。あらかじめ購入した蜜を仏壇に備え、仏壇前に毛布を敷物付け羽織袴を、毛布の上に乗せ用意。遺書も用意した。隣の部屋の襖を開け、寝ている、義母駒の上にまたがり右後頭部に向かってためらわず、人たち、キャッと叫ぶ駒にもう一立ち。 叫び声に飛び起きた隅に対しても頭を、切りつけ胸部をけさがけに微生切り。二人は、死骸となって転がった。二人を殺害した万次郎はさらに狂気し二回上がる。表座敷で寝ている安次郎の首を切りつけ、うんうんと唸り出したので首を切り落とす。安次郎の隣で寝ていた、妻吉はびっくりして、目を覚まし叫び声を上げるや万次郎は、妻吉の左腕を一刀で切り落とし。 続いて右腕も深く切り込んだ。人殺しと絶叫する妻吉の校内に血刀を突き込み、よくも、ワイの悪口を喋り寄ったなと下を切り先顎を添えた。妻吉はその場に倒れ込んだ。怪しい物音を聞いて駆けつけた梅吉は、万次郎の異様な姿を見て、兄は、犯人してえと泣きながら後ずさる。万次郎は、じわりじわりと追い詰め、顔に一立ちついで背中に二立ち。 開花に降りた万次郎は、助けて、と叫ぶ炭を殺害。化粧室で寝ていた絹には、大い大変な用がある。起きろ起きろと、駒の部屋へ引きずり込み、後頭部を切り絶い万次郎は、状況確認のため再び二回上がる。この時まだ生きていた、妻吉は池を潜め死んだふりをしていた。全員殺害したと思った万次郎は、 そもそもこれは、官武天皇九代の後院、と、船、弁慶の一節を唱えながら、階段を降りていく。そして真新しい浴衣と袴に着替え、自殺を決意し刀で喉を突こうにも手が震えて、なかなか死ねない。結局恥をさらすよりはと表の間に行き、席に対して、俺は自殺するつもりであったがこれから警察へ自首する。初光は、八重のところへ届けてまいれ。 また重要書類は仏間に置いてあるから礼。渡して参れ。そう言い残し万次郎は人力車に乗って日書へ向かった。ちょうど朝六時、正気に戻った万次郎は朝日に手を合わせたという。当時。かしては夫に従い、定女二夫にまみえずという家定金が定女の筆頭に掲げられた時代において若い妻女のよろめきが引き起こした一家残殺事件は 大阪中を震撼させ、世の旦那たちは、外出を控え、最女は一層つつましく暮らしたという話が伝えられている。号外が出るほどの大事件ではなかったが、誘拐で起きた殺傷事件、ゲ妓の人間関係など話題が多く太い活字の、見出しで連日交換に撒き散らされた、当初の報道では誤って六人殺しという、見出しになっていたが翌日から六人斬と訂正された。 病院に運ばれた、妻吉は、手術を受けるも右腕も切断される。しかし妻吉は、自身の右腕も切断を知ったのは、先のことである。食用を抑いで結果は良好、卵がゆを平らげる。事件直後病院に運び込まれる前、妻吉は、万次郎の鬼に切られた。あだを取っておくれと話した。妻吉の兄は無残な妹の姿に、あだは取ってやる。あいつ、 万次郎の娘、初光の首を取ってやると、事件直後の新聞を読んだ愛は、当初万次郎が自分を呼び寄せるための作り話だと疑った。しかし事実であるとわかり、自分が疑われるのを嫌った愛は、自ら日書に赴むく。明次郎の噂についてはきっぱりと否定。タンスから万次郎が書いた二通の遺書が発見、また別に事件後に一通の手紙もあり、 これは、遺書の場所を示す内容で、他にも愛と、明治郎を死刑にすべきとの脅し文句もあった。事件後、片岡重三郎という55歳の社夫が、堀江六人斬りの加害者は自分なりと、西書に自首した。事件後の山梅郎の財産は、現金90円、預金363円。家屋、土地は共に、事件の前年に、 南堀江の長岡右兵衛2000円の抵当に入れてあった。事件後毎日のように野獣までにぎわっていたが、火の玉が屋根の上に出るという噂が流れ野獣馬がばったりと止まった。死神の後にそれは近所のおもちゃ屋のせがれであることが分かった。当時の大阪朝日新聞はいくらおもちゃ屋でも人を玩具にするとは国道アホの骨頂と書き下ろした。 衝撃的なこの事件は早速市内の小芝居、茶番、公尺、浮かれ節、見せ物小屋など至るところで演じられた。堀江明楽座では、六人の紅染め、急上潮繁栄座の須藤はじめ座も、車の夢、稲荷社分楽座の中村品の一座は、堀江六人残公尺では、階段六人残の生人形が演じられ、いずれも客足は良かったという。 堀川監獄に収容された万次郎は一審では、古殺罪として、無期時計となるも、大阪高訴院では、調殺罪であるとして、死刑判決を受ける。大審院に上告するも帰却され、確定、1907年、明治四十年二月一日に刑が執行された。死刑執行前に妻吉と面会した万次郎は、わしは死んだら、霊魂となって、お前を守ると言い残した。 寒い時期にもかかわらず、万次郎は、一重で過ごしていたと。東京で、死刑執行の知らせを受けた。妻吉は、浅草の蓮光寺で万次郎の法要を営んだ。万次郎の辞世の句は、落とされし、腕の指先こほるや半。最初面会したとき、お前は、腕がないはずだがと驚いたという、妻吉は義手をつけていた。山埋め老一座は両腕を切断された。 妻吉を売り物にし、関東に赴く。少年時代に、柳屋金五郎が、その一座に加わって、妻吉には大変親切にしてもらったという。あとに、大阪に帰った、妻吉は、宝泉寺で死んだ五人の法要も営んだ。また、万次郎の墓も建て、英体供養した。妻吉は二層になってから表した、自助伝。 堀江物語の中で、自ら事件の点末を記述している。同章を紹介した小林正盛の著書、生かし合う道によると、上記とはまた少し違った様相が浮かび上がる。妻吉は万次郎と、千歳、八十にも、五歳、末にも可愛がられ、三人を、実の親同然に慕っており、愛こそが万次郎を騙して、妻の末を追い出し、万次郎の老いである。 明治郎と駆け落ちした洋父としている。妻吉は事件後も万次郎の罪が軽くなるのであれば裁判所でもどこへでも行くといい、裁判所でも万次郎を憎みませんと発言。監獄へも何度も面会に行き、後には自らのようで万次郎と他の被害者たちの霊を弔う日々を送った。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。